おはようございます、えー。今日は11月の25日火曜日ですね。10時になりました。市民研究員コうちゃんがお届けいたします。エンジョイライフ研究所の時間です。えー、ラジオ聴きの皆様、この1週間エンジョイライフできましたでしょうかえー、ね、おかげさまで私はまたまたエンジョイライフをさせていただきましたけれども、それはそれとして、なんと今日ですね、私の番組ね、200回目、 なんですよあ。もう5年と、あ、5年じゃないな、4年とお5ヶ月ですね、ちょうど、えー。まあ結構休みもね、あの、ありましたのでね、普通まあ2年ぐらいで200回になるんでしょうけれども、まあまあなんとか200回やってこれたということですね。まあ本当におかげさまでというか、あ感謝申し上げますということなんですが、えー、今日も番組は明るく楽しく、 元気よく進めていきたいと思いますので、たしくにげさびら。それでは、この番組のテーマソング、友よ。最後までお聞きいただきたいと思います。 改めましておはようございますコ、えーこうちゃんがお送りしておりますエンジェイライフ研究所の時間です、えー、この番組はあ人生は一度だけですもう限られた時間しかありませんね。限られた時間楽しく過ごした方がいいんじゃないかということでこの番組をやってるわけですが、えー、私の日常生活それからあ沖縄への熱い思い それから私のふるさと福島県の情報などを音楽と,とともにお伝えをしております、えー、どうぞ今日も一時間お付き合いをいただければというふうに思いますけれども、うん、先ほどお話ししたように、ね、200回なんですよ今日私ねいつもお話ししていると思いますけど読谷村に来たのが2009年の12月1日ですから今日11月25日ですからね丸5年ですねで FM 読谷さんのこのパーソナリティをさせていただいてですね番組を持ったのが10年の7月からですから本当に4年と5か月ですねえ本当にねうんまあいつもいつも同じような話ばっかりしてますけれどもねよく続いたなというふうに思ってるんですがまああの「エンジョライフ研究図」ということでねあのいつもお話ししてる通り、まりいつでも 誰でも、どこでも、どんな時でも、ョーライフができますよ、というお話をさせていただいてるんですね。決してね、あの、お金がないからインジョーライフできないとか、そういうことではないですよ、と。要は、その、気持ちの持ちようですよと、と。お金ないよりは、と、今日決まってますけども、それだけじゃないですよ、ということをね、お話をさせていただいてるんですが、要するに、もう毎日ね、 もうどんな状況でも必ずねいいこと楽しいこと一つや二つあるんですよただ気が付かないだけであってねだからそれをね毎日探していただければエンジョイライフはできますよというのがああのまあ、当研究所の主張なんですがねあのだから、まあ、いや違うよという方も当然あっていいんですよこれは私どもの見解ですからあの なんていつもいつもお話してますようにねあまり満たされすぎちゃうとその小さな幸せっていうのがこう感じられなくなっちゃうんだね麻痺しちゃうんですねだから必ずしもね全てその満たされてるっていうのはね必ずしもいいことではないような私どもはそう思ってるんですがねだからあやっぱり、うん、子供の時,時からね ほんのちっちゃなことでもね、あ、いいなと、楽しいなと、嬉しいなというね、そういう小さな幸せをね、常にやっぱり感じられるようなあ子供から大人にね、なっていければいいんじゃないのかなと思ってね、それは私もね、まあ大した教育しなかったですけど、うちの子供たちにはね、ああの教えたつもりでいますけどね、やはり、その花屋さんから買ってくるね、高い花じゃない。 なくともねその野草でもねきれいな花いっぱいあるわけですよそういう花を見てもねきれいだなというふうに思えるようなねあの感覚っちゅうのかなそういうふうに、うん、育ってくれればいいなと思って育てたつもりですけど実際は分かりません分かりませんけどそういう,うまあにしたいなということはありましたねだからあとはね同じ教育したって同じ育て方したってね やっぱり持って生まれたものってありますからね、同じく育つというふうには限らないんですがね、まあとにかく、まあ延々と4年と5か月う、とにかくなんかね、いいことを見つければ、炎上ライフはできますよというふうにお話をさせていただいたんですが、まあ、この後いつ,いつまで続けられるか分かりませんけれども、まあ私の場合はね、いつもその、 うん感謝しつつ自分のボケ防止のためにこのやらさせていただいてると大変申し訳ないんですがねそういうことでえまあ何とか200回まで来たということなんですがまあこの1週間なんだかんだえってもそのいろんなニュースありましたけどやっぱりね私らの年代から見ればやっぱ高倉健さんでしょうねこの方がお亡くなりになったということはね大変なニュースですよね。 今の若い方あんまりねその映画もそんなに見てないと思うしねあの感じないかもしれませんけれど私なんかの年代から見ればやっぱり憧れのスターですよねやっぱかっこよかったもんねなんだかんだ言ってもケンさんはねで俺なんかの前は、ね、ケンさんの,その若い頃のその薬剤ガチのあんまり私は見なかったんだよねどういうわけだか分からんけどだから まあ、ケンさん亡くなったという報道のあとねいろんな特別番組とか映画ねとかなんかテレビでずいぶんやりましたのでねあの皆さんご覧になったと思いますけど私はやっぱりあの一番ケンさんの映画の、ね、代表作というか私が一番好きなのは「あ幸せの黄色ハンカチ」ですね。やっぱあれが一番私はねなんだかんだ言っても印象に残ってるというか強烈なねうんイメージありますね。 やっぱりあのヤクザ映画からねゴロッと変わりましたからねあの映画でねだからまあ私のようにね感じる方もたくさんいらっしゃると思いますけどあとはやっぱりあの「ポッぽ屋」ですかねずっと後にねこれはあの浅田,浅田二郎さんの原作のね短編小説ですよねあの直木賞を取ったんですがそれを,を映画化したというやつでこれももう大ヒットしましたけどね。 研さんはああいうその口数の少ないあの役柄っていうのがやっぱ合うんだねああいうイメージがまあ役座のイメージね固定されるのが嫌だということで投影をやめてね、まあ、飛び出していろんな役柄に挑戦したんですがやっぱりその後はねあの寡黙なねやっぱり喋らない無口のねまあ不器用なねそういう、まあ、イメージがやっぱり固まっちゃっ ですかね。だからそのことについてもね、本人はうん満足していたのかね、満足していないのか分かりませんけど、だからそういう意味であの俳優さんっては大変だよね。やっぱりそういうふうにあの見られちゃうとね、自分のその普段の生活とこう切り替えができない場合もあるじゃないですか。だけんさんなんかね、NHK の うん再放送でやってましたけどなんかその通常のね、うん、生活プライベートな生活プライベートに関してもなんか厳しくね生きたような感じにこう報道されてるし実際そうなんだろうと思いますけどねだからそういうイメージでね見られたことに対してね重荷というのはなかったのかななんて思ったりこうまあしますねだから まあ苦痛でなくそのままねありのままという生活であればあのそういうことはないんでしょうけどもやっぱりイメージがその固まったということでやっぱりねあのファンを裏切らないと裏切っちゃいけないということで、まあ、そういうふうな生活をしてたのかもしれないしねそうだとすればかなりストレスたまったんじゃないかなと勝手にこう思ってんだけどね だからああいう職業っていうのもまあ大変なんでしょうね。まあ、それをなんだかんで言っても50年じゃない、えー、60年か、83でしょ。で大卒であの方はなったんだから、あーまあ60年全うしたってことだから、すごいことはすごいことなんですね。で、またその間その人気もね。 うん、ずっと保ったっていうことはやっぱすごいですよね。やっぱり人気っていうのはね、ああいうのは浮き沈みありますからね。それをずっと最後までトップスターで、えー、全うしたということはやっぱすごいことなんでしょうね。まあ私に真似はできません。ということで今日の一曲目、えー、金信幸子で、えー、時に任せて、えー、お聴き,きください。 時刻は10時17分に間もなくなりますね。エンジョイライフ研究所生放送でお送りをいたしております。えー、金信幸子で時に任せてという風な曲をお聴きいただいたんですがね、やっぱりエンジョイライフするにはね、まあそういうことも必要ですよ。時に任せるということもね、えー、それで忘れることは忘れるということですね。楽しいことだけ記憶に残して、もう嫌なこと。 面白くないことはすぐ忘れるというのもね一つあのエンジョイ・ライフのテクニックの一つかなというふうな気もしますけれどもまあそれはそれとしてうんまたまたね選挙をやらなくちゃならんというふうになりましたねやっぱりいろんな理由があるんでしょうけどまあ沖縄は別としてあのやっぱり景気がよ落ちてると。 GDP が落ちてるとということなんだね沖縄はもうずーっとこう伸びて景気がいいしやっぱり人手不足っていうのがねあの深刻なんですわねまあ業種的に偏るかもしれませんけれどもまあそれだけ、まあ、沖縄はまだまだいいとこれからもやっぱり伸びていくんじゃないですかね私はいつもそれをねお話ししてると思うんですけどまあ宝の島ですよ。えー、だから うち,なんちの皆さんねもっともっと期待を持っていいんじゃないかなと思うんですが、まあ、そんな中で昨日ですねあの実はあの毎年ねあのやってる大会なんですけど何回もあのご紹介したことあると思うんですがね、えー、今年もですね第7回の惨敗潮斎カップジュニアゴルフ大会というのがです、ね、今週の土曜日 に行われるんですね、えー、いつものように FM 読谷のスポンサーさんであるねザンパゴルフクラブが会場でやるわけなんですが、えー、主催っていうのはあのザンパ詳細カップジュニアゴルフ大会実行委員会とで講演がね読谷村の教育委員会それから、えー、株式会社ザンパゴルフクラブさんということになるんですがまあ実質は、えー、ザンパゴルフさんがですねあのジュニアの育成と。 いうことでね、あの、小学校1年から中学生までを対象にやるんですね。で、我々が、あの、うん、日頃ね、あの、残破ゴルフさんで楽しませていただいてますので、この運営をですね、まあ、ボランティアということでお伝え、お手伝いをするんですけど、その打ち合わせがね、昨日ありました。で、午後からですね、うん、プレイをして、その後、 まあ、飲食しながら、あの、この打ち合わせですね、やら,やらさせていただきまして、今年はね、エントリーが116人かな、の生徒子供たちがエントリーですね。で、あの表彰し表、表彰式じゃないな、開会式が7時半からこうやるんですけれど、で、まあ、あの、 部門としてはね、中学生男子の部、それから中学生女子の部、それから小学生男子高学年の部、それから小学生女子高学年の部と、それから今世の小学生の部ということで、低学年ですね、1年から3年。ということでね、本当にね、小学校1年生したら本当ちっちゃい子供ですよ。それがね、まあ一生懸命ね、まあゴルフ、 頑張るんですね。あの、やっぱりね、ああいう姿ね、もうあの、見ててやっぱいいですね。ですから、あの、毎年そうなんですけど、この大会が近づくとね、大体土日は、あの、お父さんとかお母さんとかね、あの、連れられて、あの、練習に来るんですね。だから、昨日なんかもそうですしね、一昨日なんかもそうですけども、この連休なんか大体もいもう子供さん、随分あの、 プレしししてましたしねやっぱりあのあれですよ親というのかなの、うんまあ、バックアップというか、まあ、期待を背負ってですね一生懸命あの教えてますねでまた本当にねまあ好きでやってるっていう感じあの見えますね子供さんがですよでねう毎年こう私なんかあの 低学年の子供がね、自分でスコアをちょっとつけられないんで、えー、こっちがねあの、一緒について歩いて、うん、スコアつけていくんですけど、いやー、結構ね、子供にねあの、教えられることも多くてね、うん、教えてるつもりが、ね、逆に教わったりしてねあの、そういうこともありますね。だから忘れた 忘れ去ったようなことをね、思い出させてくれるというかね、そういうこともありますね。だからお手伝いしてて、それいいなと私あの、自分で思ってますね。全然苦痛に、じゃなくってね。で、ただとにかくあの、子供たちに私はね、教えることは、プレーは早くしなさいと。ね。遅いのはダメよと。ペナルティーにもなるしね。だから習慣の問題で、あの、急いでやるってことじゃなくって、 慎重にプレーはしなくちゃいかんけど、ね、遅いのはダメだよと。ね、だから、ある程度ね、あの、遅くならないようなリズムね、をちゃんと子供のうちから身につけないと、例えばプロになった時にね、プレーが遅いということで、ペナルティーなる場合あるよと。ね、そうすると自分が一番困るから、ね、そういうふうにならないような、あの、習慣をね、今から、 つけけないいととと大変だだよということだけは教えてますねあと細かいルールとかそういうものはねあの皆さんあのアシスタントプロに習ったりとかねこうしてますからねあとあのルールはあのルールブックで自分で勉強もできるしねで僕なんかやっぱりあのルールって毎年っ,っていうか変わるから私なんかのもうやっぱ気をつけないとあのルール違反みたいなねただ僕らはその普段遊んでるだけだからねそんなにその。 ルールに厳しくやってるわけじゃないんでいいですけど、やっぱり子供たちの場合はね、あの、大会に出てくるわけなんで、やっぱりきちっとね、その、ルールを覚えないとね、ペナルティになりますからね、あるいは失格になったりしますからね、そこのとこやっぱり僕らとは違うんで、あの、しっかりね、あの、覚えてもらわないと困るんですけれども、まあ、とにかく何十人もの、人たちがですね、この大会を、 お,お手伝いして盛り上げるということでねまあお手伝いをさせていただけるという幸せというかな私の場合はですよありますねだから昨日、うん、ちょっとついつい楽しいんでお酒がかなり <laughs> はいはい遅くはなかったんだけどねうん結構入りましたねやっぱりその楽しい仲間とねあと子どもたちのことを考えながらねどうするかみたいなねいいですよ 本当にだからこれどなたもねあのボランティアできるんですねだからお手伝いをしたいということであればあの来年またねあの募集というかねしますのでね皆さんでその子どもたちを盛り上げるというのはいいことじゃないですかね、はい、だからもう読谷からはまだプロは出てないのかな。まあ、おそらく来年今年今の 今年はもう終わりか来年あたりはね、プロが誕生するんじゃないかなと思ってこう、期待をしてるんですけどね、でやっぱりね、この詳細カップからあのプロになった子はいるはずですよ、確かね、宮里美香選手なんかそうじゃないのかな、多分ですよ、あの写真とか飾ってあるんで、多分そうじゃないかと思ってるんですがね。 あとはどうなんでしょうね。あの高校生になったら荒垣日な選手なんかはね、あの中学時代はだから、あの、出てましたね。もう高校になりましたから今度この大会には出られなくなるんですけど、まあやっぱり彼女を見てると、やっぱ上手いね。うん。それだけのやっぱり、うん、実力ありますよ。はい。そんなわけで、えー、今日の2曲目いきたいと思うんですが、 えー、これライ,ブ版ライブ版なんですが遠藤賢治でカレーライスということでこの人は今も現役なんですねおそらく私より上だから70近くなってるかなこの前 NHK でのラジオにこう出てましたけどね、えー、なかなか味のある歌ですのでお聴きいただきたいと思います。 時刻は10時30分を回りました。炎上ライフ研究所生放送でお送りをいたしております。えー、後半ですね。ここでお知らせを一つ、おね、えー、きましょうね。えー、第5回新チ映画祭ということで、結婚式映像余興 DVD イントリー作品募集のお知らせ、えー。おめでたいからこそ目指したい。第5回新チ映画祭。 今回も予選会が第7回沖縄国際映画祭の会場で行われます。ただいまエントリー作品を募集中です。あなたの持っている結婚式映像予行、予況を10分以内の DVD にまとめ、FM 読みたんまでご持参ください。数多くのエントリー作品の中から選ばれた上位10名、10作品が第7回沖縄国際映画祭の予選会場にて上映いたします。 イントリーは2月28日までの締め切りとなっています。詳しくは新日実行委員会958-7862958-7862までたくさんの応募をお待ちしています。ということで第5回新日映画祭映像余興 DVD イントリー作品募集のお知らせでした。以上ですね。ということでお話を続けたいと思うんですが ね、本当にね12月の慌ただしい時にまた選挙やらなくちゃならないということなんですね。沖縄の場合は県知事選もあったし、ね、市長選もあったし県議選もあったし読谷の場合は葬儀選もありましたしねもう本当選挙選挙の一年みたいな感じしますよね。で、ね、いつも思うんだけどあの古い 全国でね、古い街ほどやっぱりなんだろうな、政治の世界だけじゃなくて、まあ会社なんかもそうだけどね、いろんな組織でやっぱ世代交代ってのありますよね。私なんかはいつもお話ししてる通りね、もうやっぱり若い人に任せるべきだと。だからある程度年齢になったらね、いや、俺はまだ若いし、体力もあるし、まだまだできると言ってもね、やっぱりある程度力のあるうちに、 後輩を後継者を育てね盛り上げるということで私はもう世代交代推進者というかね、えー、を私は実行してるというかまああのその方がいいなと思ってるんですねで私の今はねあの自宅がある福島市なんかもね古い、うんまあ、城下町なんですね。だから 排他的でねよそ者をなかなか受け付けないまあ今だいぶ良くなりましたけど僕なんか隣町出身でもやっぱりよそ者ということでねなかなか商売始まった時は大変だったですねやっぱり出る杭は打つというあれ残ってますからねで今はだいぶ薄くなりました今はだからただしね世代交代っていうのはやっぱ進んでないですねやっぱりあの まあ経営者の中でもねやっぱりその80になってもねまだその実験を、ね、持ってる社長を引退しないあるいは引退しても会長ということでね、うん、実験を手放さないという会社がね本当に目につきますね私のだから友達なんかもね本当におやさん80で亡くなるまで渡さなかったですもんね。 で3代目の私の友達は親父が死んで八重で死んでやっとその社長の座に就いたというねそういうのが多いですねだから特にやっぱ政治の世界になってくるとやっぱりあの思うんですがね仮に地元で当選してってもねあの中央に行ってねやっぱり1年生2年生だとこう大変失礼ながら 私の感覚ではね、何もできないんだもんね。だって経験っていうのがないわけだから、やっぱり一生懸命勉強してね、やっぱり経験を積み重ねてね、で、仲間増やして、で、結局その自分の政策というのかな、そういうものをある程度こう実現できるような状態になるに、やっぱり大事にあってね、それからだもんね。ちょっと、例えば自民党なんかの場合だとその順番待ちじゃないですか。だいたい5期、5期ですもんね、目安がね。 大体5期あたりからこう大臣の椅子がこう回ってくるとまあ実力でねもっと早くっつってもなかなかやっぱり順番っていうのがあってねただ実力でねなった人はその後すぐまた大臣やりますのでねやっぱりそのクラスまで行くにはやっぱり6期7期ぐらい当選しないとねやっぱり発揮できないんだよねだから地方でねうん、まあ、当然その衆議院にしても参議院にしてもさ 地元でどあの、まあ、立候補するわけでしょで何やりますかにやりますということで、ね、当選していっても、ね、実際問題はそういうやっぱり経験と難、ね、期というあれを積み重ねないとだからやっぱりそういう人はやっぱ育てないとだめですよねあいつも思うんですけどやっぱり福島県も、ね、総理大臣が一人も出てないんですね。 やっぱ出てる県と出てない県ってのはやっぱり違うと思うねなんだかんだ言っても。これはねやっぱり福島もねなかなかその若い人をねその育てようというのがねないっていうふうに私は見えちゃうのね実際のところあ、まあ、結論から言うと出てないんだよね。だからやっぱり30代 いくら遅くても40代前半ぐらいでもう出ていかないとやっぱりあれでしょうね6期7期ぐらいになった時にねもう80過ぎちゃったらできないもうね体力がなくなっちゃうわけですからねやっぱり40代前半ぐらいでいけば6期7期ちょっとやっぱあれでしょう20年ぐらいですからまだ60代ですからねまあ仕事やれると思うんですねだからやっぱりできれば30代でね その当選して、ベテランになっていってね本当にあの自分のね理想に向いたさあの政策をね実現こうしていけるような実力がねついてくると思うんですけどね実際、本当に一期二期だとどうしようもないんだわね、中央に行ったときに年齢じゃないからねやっぱり当選回数でもあの政治の世界は評価されますからね。 だから本当にまあ皆さん方これからねどういうふうなことでどなたに投票するのか分かりませんけれどもやっぱりうーんこのあれですね将来のことを思えばねやっぱり若い方をねどん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 その盛り立てていくということがいいんじゃないのかななんていつも私は思ってるんですけどまあねよく新聞なんかでも報道されてますけどあの小渕さんか大臣ね おやめになったけどまた出るということなんですがあの群馬県なんていうのはうんと大臣私戦後だけでも4人出てんだもんねあの福田さん福田さん親子かねお父さんが福田武夫さんで息子さんが福田なんて言いましたっけねあれ1年ぐらいでやめちゃいましたねこう親子でやってるでしょこれから大渕さんでしょそれから中曽根さんが長期政権でねやったでしょ やっぱり違いますよねなんだかんだ言ってもこれから東北ではねえー、っと岩手ですね岩手県がね何に出てんだろう結構あの,あの古いね戦前っちうのかなから出てますしね戦後もあの大平さんの後に鈴木さんっていう方がね鈴木善光さんっていう方がなってるしね東北では多分 私の知る限りでは岩手だけですかね。もちろん沖縄からも出てないですよね。あとはやっぱり。あの今の安倍さんみたいにね、聴衆ですね。ここからは。出てますよね。佐藤さんとか。佐藤英作さんですか。あとは。えっ、ー、と、お兄さんの岸。信介さんかな。とかね。あとは。誰だ。 うん、結構出てますよね、あっちの方からもね。やっぱりね、まあ、実力のある人が多かったのか、そういう若い人をその育てたのか、あーどっちがどっちか分かりませんけどね、やっぱり、うん、私の生きてるうちに、福島県からは、うん、総理大臣は無理だね。今、この先、 目指してね、取れそうな方は、今回福島から立候補する人の中にも、年齢的にも、ちょっと、うん、いないですね。残念ながら。だから、うーん、ね本当にもう、つくづく思いますね。若い人を育てたいなあと思いますけど、私は今ね、こちら住んでる人、もう実力もないしね、えー、まあ、希望を持って見てるだけですけどね、 あのね本当にうんまあ沖縄の場合はこれからねもっともっとこの将来ね伸びていきますからねこれ間違いなくあの伸びていきますのでだから沖縄もね基地はもう初めいろんな問題ありますのでねやっぱりあの将来実力をつけてね本当にあの公約を実現できるようなねやっぱり年齢的な問題をクリアやっぱり。 できる政治家です、ね、やっぱ育てていかないとちょうどもう例えばね60代とかさ70代前半まあ60代だねぐらいにもうすでに7期8期間もなく10期になりますよなんていうぐらいの人だったらねこれは本当に、うん、自分の政策ねかなり実現できると思うんですよね。で福島のの場合は、えー、と民主党のあの副総理や 渡辺公三さんがあの人が10期だったかな11期だったかなでも引退しちゃったしねあの世間与党ではないんであの人の政策は残念ながらねまあ多少はしましたけどねあの人自民党時代にあの大臣もやってますからであの人はもうかなり志は高かったですよえー、っとあの人は20代かな県会議員になったの20代で県会議員30代でえ何、ー、だ 大議士40代で大臣50代で総理という目標を掲げてあの方は政治家になったんですけどね、まあ、大臣までは行きましたけどいかんせん総理まではなれなくて終わっちゃったとただ志はねあったし若い時に出てね会津の皆さんがねあの方を育てたんですねだこれは唯一あの育てた政治家じゃないでしょうかね。ままあ、そそんんんんななななこですがね、まあそんな 私の愚痴みたいなことなんですけれどもそれはそれとして、えー、今日の3局目、えー「トワえモアで、えーっと「誰もいない海、まあ」沖縄はまだいますけどねお聴きいただきたいと思います。 時刻は十時四十六分三十三秒ですね、えー。エンジョライフ研究所生放送でお送りをいたしておりますが、最後のコーナーになりました。最後は、いつものように一曲を聴いていただいてから、えー、福島県の情報をお話ししたいなと思います。えー、今日の四曲目ですね、えー。フォーク大好きななぎらけんさんで、万年どこですね。お聴きいただきたいと思います。 え、なぎらけで万年どこですね。まあ私も万年どこの時あったね。そういえばね、若い時にあの、アパート暮らししてる時にね。まあこの歌の文句みたい。そこまでひどくはなかがったけどね。うん、多少こう重なる部分はありますけれど。まあそれはそれとして、えー、なぎらけで万年どこお聞きいただきました。ということで、まあ福島県の情報というかお話をさせていただきますけれど、あのー、やっぱりね、先ほどあのー、地元からね、 やっぱり総理大臣を出さな,ないとダメだなとこうつくづく思うというお話しましたけど実はねあの過去においてね総理大臣の椅子を蹴った男っていうのが2人いるんですねあの小説なんかにも随分なってますけどもこの2人のうち1人はお亡くなりになっていましたもう1人はまあ現役で頑張ってらっしゃる。 それはどなたかというと、あの、生活の大、生活が第一の党の小沢一郎さんですね。この人が自民党時代に、あの、時の権力者あ、金丸新さんからね、あの、やれと。多分あの時50代かな、40代かな、ぐらいの時ですよ。で、小沢一郎さんは蹴ったんだね。まだ若いし、あの時大変だったからね。で、あの、やらなかったんですね。 でまあ、いつでもできると思ったんでしょうけど自民党出ちゃいましたからね結局民主党政権になってもやれなかったということなんですけどもう一人はねお亡くなりになりましたけど実は福島県出身の代議士なんですよ。やっぱりあのさっき言った会津の人でね伊藤正義さんって言いましてねこの方2回蹴ってるんですよ。あのもう記憶ないと思いますけどあの大平内閣ですね大平大臣総理大臣と盟友 でね、コンビだったんですがあの方があの選挙の途中で亡くなったんですよねその時にあの,あの大平さん亡くなった時に伊藤さんっていうのは官房長官やってましてね臨時総理をやってまあ選挙戦ってでその時に総理という声になったんですがお断り一回してんですよ。でその後 竹下さんだったかな竹下総理大臣の後だったかなあのいわゆるあのリクルート事件ですね近券で騒がれてこの時にやっぱりあのクリーンな人をねやっぱりで総理大臣にし,したいとというその世論の声もあってねその時にまあクリーンでねあの実力のあるつっ,ったらこの人だということでまた白矢の矢が立ったのがこの伊藤正義さんっていう方だったんですけどこの時もね もう、俺一人、あの、何ちゅうんだ、あの、看板だけ書いたって、中身がね、そう変わるもんじゃねえと、みんなでね、やらなきゃと、いうこと俺も年だし、俺はやらんってって、この方は、その時も断ったんですね。だから、福島県民としてはね、本当に残念で残念でね、もうこの人はね、我々福島県民の誇りだったですね。本当にクリーンな人でね、もう、合図の人ですから、 ならものはならというその頑固さもありましてね。やっぱ信念をこう貫く人だったんですよ。あの、さっきご紹介したあの、あれですね。うん、渡辺幸三さんなんかとも同じ時期に、あの、あの、活躍してたんですが、5期ぐらい先輩だったかな。で、伊藤さんは何期あったのかな連続10期ぐらい。 やったのもともとはあのお役人です。都大を出てこの方はどこだったかな通産省だったかな農林省だったかな,なんか分からんその辺ですねを言ってそれでそっから政治の世界に入った人でね本当にねだからこの人が亡くなった時にねあの地元の後援、うん、会事務所、うん、僕らはやっぱり会津じゃなく福島市内なんで分からなかったんですが。 もうみすぼらしいんですよ、後援会の事務所、地元の、本当にボロボロ、本当にもう金にはリーんでね、もう事務所なんか何でもいいんだと、こんな立派な事務所は作る必要ないという信念のもとね、本当にボロボロでびっくりしましたよ。でね、この方ね、確かお子さんもいらっしゃらなかったんだったかな、ちょっとその辺定かではないんですけど、で、 結局80歳でお亡くなりになったんですかねでこの方も副総理まではやったんですよだからね福島県はもう副総理が最高でその上の服が取った取れたね総理というのが出てないんですねああほにさっきも言いましたようにねうん私が生きてるうちにはちょっと無理かなということで残念で残念でしょうがないんですがねまあ若い皆さんねやっぱりあの 将来のことを考えてね、あの自分たちがあの今ね、例えば20代、30代でもね、将来、えー、50、60になったときにね、うん、自分たちの代表として、総理大臣やれるような政治家をです、ね、これからね、やっぱり育てないと、だ、う、め、ん、じゃないのかななんて私なんか思うんですけどね、とにかくぽっと出て、すぐあのやっぱり政治の世界ではね、実力が発揮できないと。 いうのはこれは間違いない事実ですからねくれぐれもということで今週もこれで終わりにしたいなと思うんですがまあ、こんなことばっかり考えてるとなかなかエンジョーラックできませんのでまあ、ほどほどにということをいつも申し上げていると思うんですねそんなことでまた来週ということですね来週は201回目ですよろしくお願いをいたします